はい、どうも、ジュンベイです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日なんですけども、牛肉の肩ロースをちょっと大きめを今日は持ってきました。これは海外の牛肉で、部位も赤身の部位なんで、結構焼くと硬いところなんですけども、結構昔は赤い肉しか結構食べたことなくて、赤身硬いんですけども、これでこれでなんかすごい美味しいんですよね。僕だけかわかんないですけど、なんか、たまにすごいこの硬い肉を無性に食べたくなるんですよね。で今日はですね、これをシンプルに塩コショウと香草で今日は焼いていこうと思います。 いいね、めっちゃ楽しみやね。この硬いお肉ってなんかすごいなんか食べた感がないですか。うわ肉食ったなみたいな、めちゃくちゃ思うんですよね。噛み応えがすごいんで、今めっちゃ肉食っとるってなるんですよね。あ、それで今日はお肉を普通に網を乗せて焼いてもいいんですけども、今日はですね、この、わかりますかね、結構この厚みがあるこちら芋の製で結構厚めのやつなんですけども、こちらでですね、じっくり焼いていって、でなおかつ焦げ目をきれいにしっかりつけていこうと思います。なんかこれで焼くとすごいしっかり焼き目がついてすごい美味しくなるんですよね。でこちらもですね、下の概要欄にリンクを貼ってるんでチェックしてみてください。すごいこの芋のは蓄熱効果もすごくて熱伝導率もいいんで、厚みもあるんですごい下がカリッとなって遠赤外線ですごいふわふわで焼けるんですよね。めちゃくちゃいいです。で今日はシンプルにいきます。まずは、はい、塩ですね、岩塩、はい、ブラックペッパーですね、少しもうちょっと香りをつけたいんでホワイトペッパーを少し入れます。で少しですね、海外の牛肉なんで少しだけ、わかりますかね、タイムを少しだけ入れます。はい、釣れました。今から煙、それでは今から塩コショウしていこうと思います。はい、それではですね、薪もいい感じに置き火になってきたんで、今から焼いていこうと思います。じゃあ、いいね、ワイルドだろー。はい、すいません。
できました。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまいっすね。やばい。めちゃくちゃ肉を食べてるって感じがしますね。この芋のグリドルで肉を焼いてるんで、表面がすごいカリカリで、でも中がすごいふわっと、すごい柔らかいんですよね。めちゃくちゃうまい。で、結構噛み応えもあって、やば。久々にこの肉を食べたって感じがしますね。うまい。あんまりここ行ったら硬くなるんで、ちょっと取り出します。よし。それではちょっと味を変えるためにからし醤油で食べていこうと思います。うまっ。結構量が半端ないんで、これからちょっとゆっくり食べていこうと思います。この量で1000円ぐらいですよ。めちゃくちゃ安くないですか。めちゃくちゃうまいし、油が入った、サシが入ったお肉もめちゃくちゃ美味しいんですけど、こういう海外のがっつりしたこの赤身のこの噛んだ感じがすごいする、この肉もめちゃくちゃうまいですね。あとこのスキレットとかフライパンで焼いても美味しいと思うんですけども、このグリドルで焼くことによってすごい表面が香ばしくなるんで、めちゃくちゃうまいですね。最高。はい、それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございます。また動画でお待ちしております。バイバイ。プシュー。よし。